西武バス大宮営業所は埼玉県埼玉市大宮区三橋にある西武バスの営業所である営業所もより停留所名は西武車庫前。併設の西武観光バス大宮営業所では観光バスだけでなく高速バスも担当している。埼玉県埼玉市、川越市、富士見市にバス路線を有している。以前は富士見野市、三吉町。 所沢市まで足を伸ばしていた。大宮所属者1941年2月25日に廃止された西部大宮線から転換された路線で、かつての第22は、大宮駅から上井橋、川越駅東口を経由し、本川越駅まで運行していたが、川越線の電化開業による増発、高速化に伴い減便されたものの、運行は続けた。しかし、 当時未整備であった国道16号経由による定時運行の確保が困難となったことから川越グリーンパークで分断された。O25 は公園墓地、青葉園へのアクセス路線も兼ねる。付近の道路が狭く混雑するため、悲岸の時期には大幅減便を行い、代わりに大宮駅西口青葉園の直行便を多く運転する措置を取る。 2015年4月1日新設、平日朝のみ運行。以前は最優馬発着だったが、差し扇駅整備工事が竣行され、1993年5月1日より、差し扇駅に乗り入れを開始した。同時に、路線名も差し扇線へ変更され、水畑差し扇駅の出入庫も新設された。ただ、差し扇駅ロータリーは現在でも広い設計ではなく、 O31 がまとまった休憩時間をダイヤに組み込んでいる場合、駅から最優馬の折り返し場まで改装し、ここで休憩するケースがある。O32 は藤橋が強調された表示になる。鴨川団地へのアクセスとしては、後発で運行本数も O39 より少ない。中型車と大型車の併用で運行される。2019年3月16日、 道路拡幅工事に伴い、O34 など他の系統とともに、中並木バス停と西上小町バス停の移設と、並木中バス停の廃止が行われ、並木中と中並木が隣り合うという紛らわしさが解消された。O36 の三条町系郵便は、後部表示とともに三条町が強調される。かつてに地球にあった自動車試験場への足として利用されていたが、 自動車試験場が1988年に、河野巣市へ本移転した後も、沿線住民の利用率は多く、平日には深夜バスが運行されている。O36 の一部は、水畑日急新道間が三条町経由となる。O37 の馬宮団地線は1992年1月16日に新設された。かつて馬宮団地を経由していた O35 が、 その2年後の1994年1月に廃止された。2015年4月には旧富士見市役所停留場付近にララポート富士見がオープンし、これに伴う路線開設によって21年ぶりに第35が復活。この O35 は馬車ぐる団地を経由するため、O37 の内総長と深夜を除く全便が第35に振り替えられた。 地水橋は1993年に、現在の橋が竣工、開通するまで、現在の橋のやや下流側に橋が設けられていたが、この急橋の供用開始が1934年と、古く、大型バス同士のみならず、大型ダンプなどとのすれ違いの際には、双方の車両が減速、徐行していたりとかなりのデメリットが生じていた。しかし、現在の橋梁では、歩道も含め、 道幅の広い道路となり、路線バスも走行できる環境となっている。大宮駅の東と西を結び、西武バスが大宮駅東口に乗り入れる唯一の路線。現在は中型車で運行される。2016年11月16日より、日赤入口バス停を上落合7丁目と解消。2017年4月1日改正より、平日、 土日宿3往復運行から土日宿1往復のみの運行となった。大宮駅から現在の鴨川団地折り返し場は団地内に存在したスーパー地産ストアの駐車場跡地を利用し延長したものである。それまでは現鴨川団地入り口停留所付近に折り返し場があり、そこを旧鴨川団地停留所としていた。旧停留所折り返し場は 団地から離れていたため、自転車の駐輪スペースが設けられていた。O40 の、内大宮駅発の平日朝2本は、鴨川団地停留所を通過する。O41 は夕方以降のみの運行である。国際工業バスの新都01とは、イオンモール用の八王子高振動で並走している。北よ11が、全身で2000年4月1日の埼玉、新都心駅開業に伴い、 北与野駅埼玉新都心駅間を延長して、新都11とした。北浦和駅から国道463号を直進し、埼玉大学へ向かう路線である。2007年11月21日の改正により、北浦03の新屋バス運行が開始されたと同時に、南与野駅西口広場の共用開始に伴い、南与01が新設された。 北浦03の深夜バスは北浦和駅発が西部国際工業1便ずつ先大発は国際工業1便のみ運行南予0市は朝夕ラッシュ時に数本運行される2010年9月16日のダイヤ改正では平日埼玉大学発の始発時刻の繰り上げ土曜日宿ダイヤの統一などが行われた2015年のダイヤ改正で 南より一の本数が増加した。沿線の上、大久保地区に大規模な県営団地、マンション群を抱えており、すべて合わせて1時間に3本以上運行されている。北浦15は、出入庫機能と鴨川団地折り返し場での休憩機能を持ったダイヤ編成となっている。北浦11、北浦15の深夜は、北浦和駅発のみ設定され、袋は改装となる。 北浦10は主に通学時間帯に北浦11を延長して運行される。埼玉市コミュニティバスの西区役所線を受託運行している。詳しくは同項目を参照。新エルガの A7 から84にあたり営業所に在籍している一般路線車は他の営業所とは異なり、埼玉市コミュニティバス向けの日野自動車が3台在籍している以外は、 イスズ自動車製がほとんどで、日産ディーゼル UD トラックス製の車両は徐々に数を減らしている。ただし、空港連絡バスや高速路線バス向けのほとんどが、イスズ自動車製である。また、2006年に CNG ノンステップバスが、埼玉市の補助金を受けて投入されたが、この車のボディは、西日本車体工業、シ,ャシーは、日産ディーゼル製である。2010年には、 所沢営業所より同系の CNG ノンステップバス1台が転属してきたが、いずれも2017年に除籍された。1999年までは日産ディーゼル富士重工製の大型長弱車が納入されていた。2011年より三菱不装車体のノンステップバスが導入され、4メーカーが揃うことになった。2016年新車納入より行き先表示が、 フルカラー LED で出場している車両が運用についている。なお、最近は小平営業所や立川営業所など、他の営業所からの転入が多いのが増えているが特徴。上尺寺営業所もより停留所名も、西武社小前である。2015年4月現在、第22をはじめとした、国道16号経由地は、大部分が、埼玉県道2号埼玉春日部線となり、 路線バスだけではなく、自転車や歩行者にも配慮される道路へと変わっている。現、第37新設の前日、1月15日に、川越営業所担当の当時の、第32、本川越駅南古谷駅入口に付き、大宮駅西口線が廃止された5時台に、西部、国際工業各一本ずつ増便された。これにより、日縮は、大幅増便。 就社時刻の繰り下げとなったが、土曜は、数往復原便となった。ab, ウェイバックマシン。web.archive.org、2020年4月20日、閲覧。abchttp://web.archive.org、web スラッシュ 20150924100229if。 h t t p w w w s e i b u b u s c o j p w h a t s n e w n e w s 2 0 1 5 0 3 2 5 2 0 1 5 0 3 2 5 p d f h ット大宮駅西口時刻表西武バス web.archive.org2020 年4月20日閲覧 埼玉市三橋中央通線道路整備に伴う、停留所新設、廃止、移設のお知らせ路線バストピックス一覧、西ーブバス。web.archive.org、2020年4月20日、閲覧。ab、大宮駅、西口時刻表、ララポート富士見バスウェブバス。web.archive.org、2020年4月20日、閲覧。ウェイバックマシン。 web.archive.org 2020年4月20日、閲覧。wayworkmachineweb.archive.org 2020年4月20日、閲覧。ab 大宮駅西口時刻表水旗行西部バス web.archive.org 2020年4月20日、閲覧。南夜野駅西口時刻表 西武バス。web.archive.org 2020年4月20日、閲覧。11南予れいち南よの駅西口埼玉大学、運行回数増改、時刻変更国際工業バス。web.archive.org 2020年4月20日、閲覧。北浦和駅時刻表浦和北高工業、西武バス。 web.archive.org 2020年4月24日閲覧北浦駅大宮駅西口路線廃止のお知らせ web.archive.org 2020年4月24日閲覧 waybackmachine web.archive.org 2020年4月24日閲覧ありがとうございます